はい、どうも毎日ポジティブ467回目でございます。そう、私がスーパーポジティブティーチャー福地です。よろしくお願いいたします。さあ、本日のお話なんですけども、本日はですね、昨日来ていただいたお客様で人生乾杯を選んだ方がいらっしゃったんですね。その中で、一人のですね、23歳の男性の方の人生のまつわる話がですね、すごく素敵だったので、それをシェアしたいと思います。その方はですね、京都大学を出られてですね、で、普通だったらね、大手の会社に行くとか、やっぱりこう安定を、ね、求めるんですけども、その方は旅行の会社、それもスタートアップの会社に入社されたんですよ。社員が15人ぐらいのですね、そういうスタートアップの会社に入社をされたんですね。で、その方が言ってた人生の話で、人生には何のためにやるかという目的がすごい大切だと。で、なんで自分が京都大学出たのに、そういう小さなスタートアップの旅行の会社に入ったかと言ったら、僕は旅行がすごく好きなんです。で、旅行に行くと、旅行の行った体験というのが、今まで経験しなかったことや、今まで感じなかった感覚だとか知識みたいなものを見ることもそうだし、全て体全体を使って旅行に行くということがものすごく学びになるというのを旅行をして気がついたそうです。なので、旅行という素晴らしい、ね、学校で覚える義務教育ももちろん大切なんですけど、旅行に行くとまたそことはまた違ったすごく成長できるものがいっぱいあると。だから旅行というものを多くの人に知ってもらいたいんだ。でも自分の弟は実は病にかかっていて、と。どういう病かといったら、心臓の中に4つ穴が開いてしまって、旅行するときに飛行機に3時間以上乗れないんですって。3時間以上乗ってしまったら自分の胸の病気で死んでしまう可能性があると。なので、人間というのは平等ではないんだと。弟はその病気のために海外に行くことはほぼ無理、2時間のフライトの旅すらも命がけなんだと。何が起こるかわからないですからね。そんな弟を見てると、旅に行けることは当たり前じゃないんだと。旅に行けることがいっぱいできるのにもかかわらず旅をしない人も多いと。自分は旅をして多くのことを学べて、本当に旅行というのは素晴らしいものだというのを感じているからこそ、旅行をすることの楽しさを伝えられるこのスタートアップの会社で、僕は生きる理由を見つけたんだと。これから先旅行をして多くの人にいっぱいいろんな体験、そして成長するようないろんな楽しみ、成長をですね、自分が旅行大好きで素晴らしいというのを分かっているからこそ多くの人に伝えたい。弟のように旅行に行きたくても行けない人たちもいるんだ。だからこそ行ける人たちにはより旅行に行ってもらって、多くのことを学んでもらいたいという気持ちでその会社に入ったと。自分には仕事をする理由があると。だからその会社に入った。人生というのは多くの理由を考えながら自分で選んで進んでいく、これが人生ですというですね、ことを23歳のその若者は皆さんに伝えてたんですね。なかなか僕は今聞いた話だけだったので、うまくまだ説明できない部分はあるんですけど、その人はいきなり振られた人生の話で、それを本当に伝わるようにしっかりとみんなに向けてスピーチをしてました。すごいなと思ったし、やっぱり理由、わけ、自分が今働いている理由、僕がポジティブジャカに今働いている理由とか、まあ、それおのおのあると思うんですけども、それをしっかりと認識した上で、そして行動して、自分がなりたい自分になる、
そういう人生を送っていきたいという話をですね聞いて、すごく僕は心に響いたので今日はそんな話をしました。ということで以上、毎日ポジティブ600、間違えました、467回目でございました。ご視聴ありがとうございます。